こんばんは。こんばんは。聞こえますか？こんばんは。あ、聞こえまーす。よかったです。ロングタイムの惜しいですね、本当にね。ロングタイムの惜しいでした。何週間ぶりだろう。なんか夏休みほどあったような気がします。ちょっと同じような状況だったんだろうけど。Yeah! How have you been? That's true ですね。それを聞かなきゃと思いますが、It's very very long. It's been a long, long time. Yes. So, what have you been up to, Saiba-san? Have a good New Year holiday. Drunk and eating. Right. That's good. So you drink.美味しいおせち料理と with the sake ですね。How's your New Year's holiday now, Yuki さん? I went to my hometown and went to my grandfather's home and eating and sleeping. I see. In お正月シーズン。Since the last time? いつだったの ?12 月の何日でしたかね本当に。本当にすっごい久しぶり。何日だろう So you started to work now, Yuki-san, right? Hmm? You started to work? Yeah. I'm started. I have started my working last year and today is also working. I'm working. Ah, so だよね。You must be very busy then. Can you go back in time? I can go back in time these days, and I didn't. Yummy? Oh, 大丈夫。ちょっとね、すごい、すごいバカなこと聞いていいでしょうか。ごめんね、今、放映中だよね、これ。あ、ですね。あれ、なんか随分、セガナイフもちょっと実は遠ざかってしまっていて、ちょっと勘が戻ってないんですけども。今話してる人のボイスの、量をコントロールするのってどうするんでしたっけ話すのとこ、人の名前が出てこないんだけど。ビューワー 3.0 でしたっけアーモンドさんって。聞こえてますなんか、話すのとこ、はい、聞こえてます聞こえますかアーモンドさん、ビューワー3を使ってますっけそうだと思います公式ビューはなんかねどっかでできますなんか前はボイスだったりうちがちょっと公式ビューはを今使ってないのでどこと言えないんですけどどっかにあると思います例えばなんかチャットとかってとこ見てるサイファーさん困っちゃったな。直樹さんの声が遠いので。あら、声が遠いですか。で、近くし、大きくしようかなと思ったら、出てこない。アイコン、どこで見れるんだったっけな。いや、聞こえないわけじゃないので、ちょっと、
近づけてみる。カメラを近づけてもらったら。うん、聞こえます。はい、すみません。もしというか、直樹と喋ってないんですけど。あ、はい、はい。うん、はい、大丈夫、大きくなりました。あ、はい。今、チャットしてる人のリストが普通出てきてましたよね、前は。チャット、え？チャットのリス、チャットのリストですか？パターン名がバッとこう、ここにいる。ああ、ボイスチャットのですよね。ボイスチャットのリストみたいなのが。そうそうそう。ビューアー 3.0 はまた違うとこに出てたと思います、多分。変わってました。もしもーし。ケースあれ？もしもし。聞こえます？あ、はいはい。聞こえる？あ、聞こえます。聞こえます。はい。では、サヤパさん、anything new?OK。そう、性格判断してくれるの？クエッションだね。すごいグッドクエッションなんだけど。わかんない言葉ありますか？この中で大丈夫か？うん、眠くって頭が回ってないです。ここに二人の人がいましてですね、っていう感じですね。で、どっちをあなたは支持するか。はい。Does not own clear goal of life を人生に持っていない人を支持するか。He has the stuff of dreams and ambition. いやいや、僕がアンビションたくさんある人。あれもね。持ってるだけかもしれないんだけど、いっぱいいっぱい夢がある人。誰の生活の中では。しかし、グッドクエスチョンだと思う。ほんとこれグッドクエスチョンだと思う。サイファーさんは ?How about you, サイファーさん。ええあ、そうか。exactly, ええですか。こう。戻りました。これどういう意味なのか。なぜか間違いないのか。難しいと思う。難しいと思う。どっちも私は支持したいけど。サポートボール。あ、ね、probably かな。It may be easy to deal with person B.Other than person A. ほうが、付き合いやすいかもしれない。全然やりたい。いし。ボン。直
脇さんいいですか、大丈夫ですか。あ、はい、はい、今結局何だったんですかね、あれ。ごめんなさい、なんか途中で分かんなくなっちゃいました。してあげましょうっていうことで、直樹さん A なの B なの。じゃあ A で。あれ？あ、聞こえました？あれ？あれ？聞こえました？直樹さんは A でしょ？あ、A で、はい。問題2。え、あ、問題2。これを A は、サイコさん。ああ、問題2の方ですか。Is the A same person or different person? A 式ですね。で、英文論理式ですね。6問あって今2問目ですね。はい。いいということにしましょうね。直樹さんが A ですね。91が A です。B のどちらかを選ぶんですね。OK。今はどこを進んで、92ですか、今。92に行って、B の場合だと、どっちがいいですか。ああ、はいはいはい、すいません。どうやら同じ人らしいんですけども、A さん。The reason for living is to break other parties' dream. Party っていうのは、Happy Birthday to you のパーティーじゃなくて、違う人たち、違った人たちでしょうね、多分ね。の、ああ。そうそう、派閥とかね。違うところのグループじゃない人のグループの。それから、He doesn't neglect R&D for accomplishment of his goal. R&D っていうのは調査とか。それ B だよね、かっこいい。A なんだよ、すごい。B。ダチは大切よ、何何にしても。一番嫌だね。A. He always acts after something happens.怒ってからようやく動き出す。ああ。Always rushes into action voluntarily for the good. 僕らの自分の夢を。ラッシュってなんでしょう。追いつく。追いつく？え？あ、うん？あれ？自発的に動く。
ダッシュっていうのは飛びつくって感じですね。飛びつくですか。こう。パワーでしょ？こう。絵にこう。うん。じゃあ B かな。ちょっとやだなって感じますけどね。まあでも B でしょうね。He cannot afford to fall, fail. なんとか afford to というのは、できる。心構えがある。という。失敗を許さない。許すことができる。Oh. Don't be discouraged. Kichan, hear me? Kichan, konbanwa. He fails. 失敗したとしても、he won't be discouraged. へこたれない。失敗に動じない。それで諦めるようなやつじゃない。うん。じゃあ B に。やっぱりね。なんだろう。A と B の数とかなのかな。なんだろう。だこう完璧主義者なんですかね。こう失敗することを自分に許してないと。Always acts alone or with the few people. Always acts as one of the organization.が、まあ、ごく少数の人でいろいろやろうとすると。で、ヨカミはかっこいいんですか？どっちだろう。えい。F ちゃんはえいだ。ああ。どっちだろうな。どっちも別に悪くはないけど。にしようかな。 B にします。こうですか。B だよね。じゃあ B。 なんか B が多くなった
け。だからキキーンって。キキーン。ケケン？なんだろう。ダメかな？なんだろう。ケケンってなんだろう。なんか。B なの？本当？ You have to become a evil soldier. Evil soldier. どうしようか。なんだろうこれ。あの、年代差超やばかめね。わかった。なんかどっかで聞いたことある。古いサイバーさんたら。なんでそれが英語に出てくるんだろうと思ったらやっぱりそれだった。あーなるほど。悪玉のあれなのね。なるほど。仮面ライダーは A 型なのか。ああ、仮面ライダーいつも怒ってるんだ。愛は許されない。これですね。You cannot afford, he cannot afford to fail.なるほど。なるほど。それは。I see. なんかでもこうやって、質問にされると全然感じが違って聞こえるのは、なぜでしょうか。ショッカーだ。ショッカーだ。悪の手先に。悪の手先、あ、そうだ、いい方、そうじゃ、悪の手先ですね。聞こえてるのか、ちょっとね、私、くるっと取ってね。みんなショッカーだよ。仮面ライダーの人いるのかな。これは一体何の問題なんだろう。あ、ノートありがとうございます。おぉ。自分自身に具体的な目標は持たないなんていうのは、なんで情けないやつだと思いませんでした？仮面ライダーの目標って何なんだろう。でもじゃあ、目のため、そうそう。言いようというか見方ですね、本当にね。なんかもし問い1で B を選んでたら完璧なショッカーになってたの。変な感じがしますけど。アッタンドソルジャー。この辺の画面の隅っこに映ってたかもね。あ、Thank you サイファさん。ありがとうございます。Oh, any story to tell now, Yuki さん? Are you too tired?なんか、はい、I'm sleepy. You're sleepy? Oh, I'm so sorry to hear that. Tell me about your work schedule. Did you have a new year, year-end holiday? あれ? To finish working on 28th?
December 28th? 相当眠くなってますね。直樹さんがだって笑わないんだもの、いつものよ。ね、なんか、昨日睡眠不足で今日頭を吐く。ごめんなさい。はい。はい。来るかなと思ったんですが。うん。なんか最近早起きなので。はい。I get up early these days and I get up 6 o'clock or 5:30. Hey, so, I'm very sleepy around to なんだっけ。で、やっぱ眠って出ませんよ、英語って。眠いと。で、11 p.m. Did you start working on January 4th? 4日から始めました？January 5th。ですね。Then, ルーティンでね。You got back to me. あれ、なんか時々聞こえないです。あれ。そうですか。大丈夫ですかね。はい。はい。今喋ってないです。喋ってないです。ごめんなさい。そうですか。はい。なんか私も、あれなんです。あの、セカンドライフも消してて。どこでしたっけ？チャットの人。サウンドのコントローラー、サウンド止めに行かれた。How is that? まとめサイト。I see, I see. まとめサイト。Do you have that description with you? You see it to us?メキシコ人の英語信用できるでしょうか。メキシコ人はメキシコ語ですか。あれ？スパニッシュでしょうね。多分スペイン語だったと思う。スパニッシュ。アディオースとかって言ってて。だけは人のためならず。ちょっと待って。Today you, tomorrow me? これが情けは人のためならずなんですか？Today you, どういうことかな？ Tomorrow. Today you, tomorrow me. 今日は君が殺されて、明日は僕だ、みたいな、そんな気がしますけど。なんか怖い街みたいな。ねえ、なんか、Today it's you, tomorrow it's me.Explain it to us, Saifa-san. あ、そこで Today You Tomorrow を見ていたのかな？なんだろう。あ、やっぱり。あ、なるほど。今日はあなたが
そうなったけど明日私がそうなるかもしれないから、そんな金の上のものとかなくっても助けるよってことですかね。という意味ですね。情けは人のためならずとはちょっと違うね、多分ね。情けは人のためならずはなんか人のためにや親切にするのは良くないと。いや、それは意味が違いません、なんか、実は。意味が違うと思う。なんか、人のために情けをかけるんじゃなくて、それやってるのは自分のためだ、みたいなのが本当の意味ではなかったです。確か。この場合は、いいよいいよ、気にすんなよっていう、それぐらいの意味でしょうね。Today you.今日君の身に起こったことは明日自分たちの身にも、まあね、お互い様ってことさ、みたいな、そんな感じでしょうかね。下の句、あ、情けは人のためならず回り回って己がためということですか。あ、なるほど、あ、なるほどね。あ、今日は君が恩恵を受けたけども、明日は自分が。うんうん、それが本当の意味だったですね、確か。を言うのに、Today you tomorrow me っていうことですかね。で、情けは人のためならずっていうのは、なんか情けをかけると人のためにならないよって誤解されやすい関与なので、おせっかいしなきゃ、そうそう、あまりおせっかいしない方がいいよっていう意味に取られがちですよね、ただ。うんうん。なんかそうじゃないよっていうことをまとめサイトできっと説明してたんでしょうね。そっかそっか、そういうことか。そっかそっか。終わり回って終わるのがためと。それが全文で、Today, you, tomorrow, me っていうふうに。私も勘違いしてました、でも。今まで。これはね。周りの自分のところに来るんだよと。天に翼すると、そういうことですね。まあ、ちょっと違うけど。知らなかった、知らなかった、私も。一般的にはでも使いましたよね、それで情けは人のためならないよ。うん、なんか結構いい、最近誤用されて使われるのが多いですね、なんか。ええ、そうそう。誤解されて使われたら、ん?とか思っちゃいそうな気がしますね。どっちだろうって。Today you tomorrow みたいな。違わない意味が、と。なので、己が自分のためだっていう言い方じゃないんだけど、英語でも、英語でもというか、別な言い方でね、こういうのがあるかな。Thank you じゃなくて、Thank you って言われるでしょ?なんか やってもらって、Thank you って言ったら。はい。You will do the same. Thank you, you will do, thank you. なんだろうね、もし、立場が違ってもね、多分同じこと君はしてくれたと思うよっていう、うん。そういう意味なんだけど、Thank you. Oh, no problem. You will do the same. 多分あなたも同じことしたと思うよっていうふうに。直樹さん言ってる意味わかります？あなたも。ケイさんがね、なんか、とても、
葉だと思ってたし、これ聞いた時になんて感じのいいあの表現なんだろうと思った。セイナ、また違った。セイナ。ありますということでした。おきさんが今日は死んでるので無視していきましょうかね。どうしようかとこの辺で文法のリシャッフルをしましょうかね。ちょっと文法の今日の文法のところを見てみましょう。いいですか、スライド見てください。はい、はい、直樹さん、これやったの覚えてる？もう一回やっちゃっていいですか？ We did it before、はい、With Naoki-san, only Naoki-san was there. When only Naoki-san was attending. But for the review and for the Saifa-san's lesson, I repeat that one-day grammar, one-point grammar session. Any, some, no という使い方を中学校の時に習ったと思いますけども、エニーとサムの違いって覚えてます？サイファーさん。これ見るよ。いいですか？ Do you have any plan after dinner? そう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 。そうね。エニーは疑問文と否定文で、サムは肯定文の時に使うと、そういうふうに習ったと思うんですけど、Do you have any plan after dinner? ディナーの後で何か予定ありますか？これ疑問文ですね。で、疑問文にエニーがついてる。Yes, I have some plan after dinner. はい。ディナーの後にちょっとね、用があるんですよ。なんか肯定文の時に肯定文になっちゃうと、エニーがサムになります。では、Do you want some help? これよく使います。Do you want some help? どうして疑問文なのにサムが来てんでしょう。Do you want some coffee? Would you like to have some coffee? っていうふうに言うこともありますね。ね、普通に使うよね。どうしてでしょう。これは正解なんです。間違いじゃないんです。どうしてでしょう。なるきさん覚えてますか？ウェイクアップ。やったんですね、去年。やりましたね、なるきさん。なんか、まあね、年を越しちゃいましたからね。エニーで聞いたらなんか手伝わないみたいな感じがするか。そうそうそう。ね、正解から言って、ちゃうか、サイファーさん、どうしたらわかる？なんか手伝うことは ないだろうけど、なんかあるみたいな感じに。例えばね、Do you want any help? っていうのと、Do you want some help? とちょっとニュアンスが違うのね。そう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 。全然なってるかなってないかっていうことなんですけど、例えば、Do you have any plan after dinner?ディナーなんて何か計画があるって聞いたときは、もう全然計画があるかないか分かんなくて聞いてる。Do you have a plan after dinner? ディナーに何か用がありますか？あるんだろうかないんだろうか、この人知らないんで聞いてるね。だけど、計画があるかないか分かってない。分からないから聞いてるね。もしね。だけど、Do you want...助けが残しているだろうなと思いながら、助けてあげるよっていう意味で、Do you want some help? いつでも手伝いますよ。だから、手伝いがいるかいらないかに聞いてるんじゃなくて、いるんじゃないかな。私の手伝いが必要なんじゃないかなと思って聞いてる。だから本当に疑問じゃないのね。だから肯定になってる。いるだろう。必要でしょって言ってる感じですね。You need some help. どうしようっていう、そういうニュアンスが強い。
いわゆる否定でも疑問でも、やってってあげようか、やってあげようかっていう、こう、感じに。どっちも疑問でも肯定に近い形で使ってるから、サブがいいに変わった。決済しようかっていう、近いね、どっちかっていうと。で、want some help っていうのは疑問形だけども、手伝いましょうか、手伝いましょうって言ってる感じ。Do you want any help? っていうと、本当に、手出す。本当に聞いてるね。この感じがわかるかな。Do you want some help? って言うと、手伝ってあげよう。手伝ってあげようか。まあね、そんな固く考えなくていいんだけど、なんとなくこの、言ってる人の心持ちというかね、手伝ってあげるよーって言ってる時には、Do you want some help? そうだね、日本語に訳そうとするとちょっとこう、縛られちゃうね。まあ、だから手伝ってあげようかって時は、そうそう、フランクな感じでサムを使った方がいいかもしれないですね。計画があるかないかっていうのはもう本当に疑問だから、A にした方がいいと思います。Do you have some help? Do you have some plan? とは多分言わないね。Do you have any plan after dinner? これは疑問だから。で、まあ、Do you have any plan after dinner? Nothing special. ってな、特にありませんよ。特に。No, thank you. Thanks anyway. 大丈夫です。でもありがとう。そうね。ありがとうございます。英語でね、バチッと言っちゃいますね。Do you want some help? No, thank you. Thanks anyway. で、今日の表現は、In that case. そういうことなら、上から続いてるのかな?Do you have any plan after dinner? In another topic 企画がありますか ?Nothing special.特にありませんよ。In that case, let's go to movie とかね。Let's go to drinking とかね。だったら、っていうときに、in that case. ごめん。だったら、in that case. っていうときに使います。The deal.これってどういう意味だかわかる？なんでしょう。ザディール。すごいね。あれ。あ、そうか、グレイディール。直樹さん、前にも同じ間違いだったよ、それ。あれ？そうでした、そうでした。なんかその時覚えていたの覚えてるよね。あれから進歩してないということかな。進歩してないっていうか、退化してるっていうか。退化してるね。退化というか、それを、これを教えた前に戻っちゃってるっていうか。あれは、あれは。It's a deal. そう、ディールってなんだろう、なんだか知ってる？なんかでよく考えた、ディールって。バルとか。そうだ、取引って。It's a deal. よし、それで行こう。そう、よし、それで行こう。商談成立。そういう感じ。ああ。だから、Shall we go for, shall we dance? Shall we go for a movie? It's a deal. いいね。よし、行こう。そういう感じ。これ覚えておくとね、とても便利よ。しゃべった言い方だし。え、やっぱりに。そうそう、サイファーさんなんてよく使うんじゃない ?OK, it's a deal. よし、それで行きましょうか。
大破さん。くださいよ。100リンデンドルだけど、80リンデンドルまで負けられません。サリアの、サバさんのお店のお掃除しますノー、ノー、ノーだそうです。この上。お掃除しますよ。看板塗り替えますよ。仕方がないわね。よし。じゃあ、それで行きましょう。仕方がない。そういう感じでね。わかるよね。次行きますよ。ペケていいぜ。いいんだっけ、ケース何々インザッケージと、ジャスインケージは全然意味違うよ。いい？インザッケージだったら、って言ったけど、ジャスインケージっていうのは、万が一の時、そう。万が一、そんなことがあっちゃいけないので、だからってちょっと注意しなきゃいけないかも。次。Take it easy。これ、わかりますか？サイファさん。直之さんは当然覚えているものとして。当然。そう。直之さん覚えてたよね。Take it easy。うん。よく使いますよね。なんか。合理的ですね。まあそんなにこうね、肩張らないで、張らないでいきなさい、みたいな、そんな感じ。明日試験なんだ、とかね。ああ、明日から仕事なんだ、とかね。直之さんじゃないけど、ああ、明日は朝早く起きなきゃいけないし、定期的に、まあそんなにね、困らないで、気楽にね、気を楽に持っていきましょうっていう。まあ、ワンポイントグラマーとワンポイントアドバイス、アドバイスでした。アドバイスの間、なんだろう、これ。今日のフレーズでした。今日のフレーズ。そうね。さっき、サムとエニーをやって、ノーがあったけど、ノーの、フレーズがなかった。ああ、なんか、あれだね。レフちゃん聞こえてないのによく座ってるなと思ってるんだけど、ん？どんとおりのプログラム。そう。全部同じ感じだね。これ全部言ってもいいかも。いいかも。直之さん、Don't worry, no problem. Take it easy. って。A&D キスの話ですね。と、なんだろう。で、Do you have any questions to me? なんか、質問じゃないけど、ああ、一個聞いていいですか？ Yes, どうぞ。なんかよく最後に、今日もあったけど、その、Thanks anyway の anyway ってどういう意味ですか？ああ、これはね。なんかよく使うけど、なんか、なんで anyway になったんだろうとちょっと気になってました。いろいろ、いろんな、ニュアンスあることはあるんだけど、さっき使ったのは、No, thank you. の後だよね。Thanks, any. どういたしましてとかなんか。
あ、いや、トヨタ幸せじゃなくて、いやいや、これしてあげようか、うん、これしてあげようかって言われたときに、いらない。ありが、ノーサンキューってのはいらない。いらないけど、ありがとう。だけど、言っていただいて、言ってくれてありがたいですよ。ありがたいと思ってますよ。っていう、そういう意味。ノーサンキュー。いらないけど、それとは別に。道、まあ、どっちにしても、ともかくも、ありがとう。とりあえずありがとう。Anyway, thanks. うん。ともかく。Thanks anyway かな。まあ、どっちにしても、お礼を言うよっていう。うん。お thank you なんだけど、うん。話題を変えるときも、Anyway って使ってますね。その Anyway とはちょっとのニュアンスが違うのをちょっと注意してね。Anyway. How about you? 話題を変えるときね。どこで使うんですかね。うん。いろんな使い方しますね。Anyway はね。Anyway. まあ、それを置いといてっていうときは Anyway だよね。だけど、Thank you.Thanks anyway っていうのは、いらないけども、ともかく、しといてもらって、ありがとう。うん、そうだね。ああ。まあ、話題を変えてるんだよね。いわゆ、話題でもないかな。それを変えてるんだよね。どこかで使ってみるとわかるかもね、自分でね。うんうんうん。まだなかなか自分で使ったことはないですね、今のところ。うん、そうそうそう。フレーズなんかでも、どっかで一回使うとね、覚えるんだよね。だから一回使ってみる。じゃあ、覚えなきゃいけませんね。ちょっと待ってね。前に。出しときますからね。It's a deal とかね。Take it easy とか、いいんだ。タイバさん、本当にその通り。使ってるんだよね。ノータンキューって言ってビシッと、それ、結構ですっていう意味だね。ノータンキューってのはね、うん。だけど、ありがたいとは思ってますよっていう気持ちやら。うん、なんか、これと結構セットでよく見かけますね。それ以外の言い方は多分死ぬかもしれないぐらいだね。本当だ、セットだね、これ。うんうん、日本中は反対だよね。まあまあ、申し出ありがたいと思う。本当にありがとうございます。それをしていただけると本当にありがたいと思うんですが、間に合ってます。っていう、こういう感じですか、ね。語順が逆なんですね。本当に本当にありがたいんですけどもっていうのが Thanks anyway なんだよね、多分。うん。すいません。まさかありなのかもしれないね。Thanks anyway。あ、そっか。それは日本語でってこと？それとも英語でありがとうが増えるってこと？日本語でか。うん、おー、そうなんだ。で、向こうの人もそう言われてみれば、Thanks、Thanks っていうのはよく言うけど、すいませんよりありがとうって言われた方が
いい感じがするとか。です。肯定的ですよね。なんかこう前向きというか。うん。お待たせ。あやーとか違うか。なんだろう。お待たせ。お待たせ。お待たせ。そうやって。ああ、待ってくれてありがとう。言わないかもしれない。今ありがとうじゃなくて、いや来たよ。それだけで、それだけで済んじゃいそうな気がします。いやいや。待たせてごめんは言いそうですね。日本人。そうそう。いやいや。まあ謝りもしないし、感謝もしないですね。外国人ってのは。いや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 、来たよ。それで終わっちゃう。気持ちってのは本当に相手の気持ちを気遣うんだよね、きっと。お客さんがいてたと。本当に待たせた時だからね、そういう時って。ああ、あそかそか調べる時間があるからってことですね。うん、それは、うん、正解ですよね、本当に。商売だと、ちょっと、まあ、立場がね、違うかもしれないけど。わかりました、わかりました。佐山さんの言いたいことはわかった。Excuse me. そうだね。すみませんっていう人確かにいますね。ないと思うけどね。すまないなっていう気持ちじゃ抜けないんでしょうね、きっとね。やってもらって、口癖やってもらうことになって申し訳ないし、やってもらっちゃって、本当に申し訳なかったです。ちょっと気持ちが引けてる感じがするんだろうけど、でもありがとうですよね、本当にね。うん、そう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 。そうだよね。引け目感じてほしいんじゃなくて感謝されたいよね、やっぱりね。や、なるほど、締めてくださいましたね、サイパさんがね。どっちみちまあ短期っていうふうに言った方がいいんだよね。
そうそうそう。そう思う、そう思う。てる時も、感謝してる時もすいません。すいませんっていう人いるよね。って言っちゃうんだけどね、私もね。すまないなと思うから。だけど、本当は、Okay, any questions? There's no questions. Shall we call it a day? Because Naoki-san need to go to bed early. あるけどどうする Naoki-san? 長いってこら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 。長いのですか。ちょっと出してみな、出してみて。OK。どうぞどうぞ。それが長くなりそうだったら一緒にしましょう。だけど、あの、質問だけ聞いてみようか。いいですか、なるぎさん。あ、どうぞどうぞ。Can I ask you something? なんか、なるほど。え？違う。最初にしようかすると今言っちゃいましょうか、どうしようか。じゃあシャカシャカっていきますよ。いい？ Can I ask you something? May I ask you something? っていうのはどっちも同じ意味ね。でちょっと聞いていい？アーモンドさん、Can I ask you something?アムさん、ちょっと質問があるんだけど、May I ask you something? 聞いていいですか？どっちもそういう意味ですね。で、Could you please tell me? Could you please tell me? っていうのは、教えていただけませんか？いいかっていうんじゃなくて、ちょっと教えていただけませんか？私に説明してもらえませんか？教えて。そういう感じだね。聞いていいんじゃなくて教えて。最後の？うん、そうだね。空中でも意味が違うのわかる？聞いていい、最初の二つは聞いていいだけど、三つ目は教えて。これ Can you でもいいんだよ。Can you please tell me? 教えて。だけど、サーバーさんの疑問の、この Could I ask you something?になると、ちょっと丁寧になる。Could you please tell me も丁寧。これが、Can you please tell me だと、ちょっと、口語的。だから意味が違うのをちゃんと分かってて、Can よりも、Could を使った方が、丁寧語になります。で最後。Do me a favor. でしたっけ？なおゆきさんたらやりました。やってないかな。そうやってるけど。覚え、だから聞き覚えはあるんですよ、ね。聞き覚えあるでしょ？うん、そうそう。これはでもこのまんま覚えてほしい表現で、ちょっとお願いあるんですけど、ちょっとやってほしいことあるんですけどっていうとき。ああ。Could you do me a favor? Could you do me a favor?
Can you do me a favor? 全部 OK です。ちょっと丁寧か丁寧じゃないかの違い。でも、ちょっとお願いあるんですけど、っていう意味です。フェイバーがお願いってことですか？だっていうのは、なんていうの、こう、日本語にスッとならないんだけど、行為こんな感じなの。ちょっと My favorite っていうの知ってる？あなたの行為を私にということなのかな。してくれますか。やつとかね。いろいろその場その場でピタッとしたこういい言葉はないんだよ。なさいますとかかとかね、そういう親切。うん、なんかそれで覚えられそうな気がしてきました。このまま覚えててほしい表現ですね。 Can you で、なるときにこういうふうに多く使うので、親切をしていただけますか、厚遇をして、を厚遇で扱っていただけますかみたいな変な日本語になっちゃうんですけど、お願いあるんですけど、ちょっとすみません。Would you do me a favor?設定していない状態で、あら、え、ホームに帰る。あれだ。コミュ障状態飛ぶんだ。本当だ。知らなかった。失礼します。っていう時と、あ、なるほどね、うん、単純にね、I have a question for you。 これだけでも大丈夫だよ。うん、それでもいいね。 I have a question だけでもいい。もう本当に単純、単刀直入、その通りに。 I have a question。 I have a question。 試してみてくださいね。 うん、I have questions。
構引いちゃうかもしれないので、あ、クエスチョンぐらいしていただくといいかもしれない。初対面だと、なんかそこまで別に丁寧にならなくてもよかったりするんですかね。英語の場合はね、特に、もういきなり、いきなり質問から始めちゃってもいいぐらいだから。でも、I have a question の方が、うん、I have a question の方が、があった方が、多分いいかもしれないね。あ、I have a question の方が答えやすいとかですかね。え、ask you something でもいいかもね。Can まあ同じような意味だけどね。ちょっと。そう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 。そういう感じ、そういう感じ。もう、キャナイアスサービスなんて丁寧なことは言わなくて、もう、はい、なんとかさん、tell me where you bought your new clothes とかね。そういう感じです。うん、まあ、ちなみに、tell me where、 そろそろサーファーさんもこの辺分かってると思う。教えてって。どこで買ったか教えてって。バイがボートに囲って、どこでその姿勢の位置ですか。あ、入っても向こうは分からと思うので、よくやる単純ミスマッチ。と、うん、いう感じで、ちょっと頑張って、インフォメーションセンター。でもそうね、お客さんだとね、やっぱりどうしても失礼になっちゃいけないもんね。丁寧に聞く方は難しそう、なんか。でも結構向こうの人ダイレクトだから、そこまで気を使わなくてもいいのかもしれないけど、まあ。悪くする人もいるかもしれないので、宇宙、空中、メイ、クッド、本当クッドだけ頭に入れておけば、まず間違いないですね。宇宙だとちょっとこうバカ丁寧になっちゃうこともあるし、クッドが誰に使っても。オッケーみたいな無難なセンス。迷ったらグッドを使おう。それとね、こう自分は言ってる。今日おすすめしますけど。No. あ、シャウイダンスは？はいはい。いや、間違えてないですよ。大丈夫大丈夫。シャウイダンス？Will you dance with me？ そうそう。同じような意味だね。シャウイダンスっていうのは、じゃあ踊ろうか。踊りましょうかっていう感じだけど、Will you dance with me っていうのは、ちょっとやっぱりこう、ダンスしていただけますかってちゃんと丁寧に聞いてる感じですね。シャウイダンスは。ああ、シャウイダンスの方がダンスしようよとか、一緒に踊ろうよとかいう感じなんですかね。難しいな。Thank you.
ペッツダンスに近いかも、シャルミダンスの方が。かけてるっていうよりは、どっちかっていうともう、踊ろうよ、踊りましょうよ、踊りませんか、踊ろうよっていうのの丁寧な言い方。ダンス、踊ろうよっていうのの丁寧語。は、もう恋人同士かなんかで踊っていただけますか？ちょっと胸ドキドキさせて言ってる感じがしますね。まあ、ドキドキさせてないかもしれないんだけど、Will you dance with me? どうだ、No って言われる場合もあり。倦怠期。No って言われたらちょっと悲しいですよね。倦怠期。No? Thanks anyway だったらいいんでしょ。そこで anyway か。そう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 。すげえ。ちょっとこう、ね、使う場面が違うかもしれないね。anyway、便利やな。なんか断るときはとりあえずみたいな。そう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 。断るときはとりあえず使っておくといい言葉かも。うん。チャンスがあったら使ってみよう。あるはずですよ、これはね。これで心置きなく断れるとか。そう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 。そうそうそう。ほんと、ほんとにそうそうそう。でも緩和剤だと思う、ほんとに。ノーサンキューの。結構ですっていう時のね。クッションだよね。サンクスエニウェイって言うと、そこでちょっと柔らかくなるよね。だけど、ワッチョよりも。そう、ちょっと言いづらいですよね。そうそう、確かにね。なんで。英語とは言えど、なんか言いづらい。アクセニメが言えたら無敵かもしれないですね。うん、いい言葉覚えた。だね。よし、うん、ではそろそろ終わりにしますよ。いいですか？はーい。じゃあまた来週。今日キラさん来られてないみたいですね。大丈夫かな。あ、そうですね。来週、再来週と普通の月曜日ですね。そうですね。直樹さん元気がないんだけど、ちょっとまあその辺は、直樹さんとまあ相談した方がいいのかもしれないけど、もし、なんかあるようだったらメールで連絡します。うん、はーい。いや、多分来週は普通に多分大丈夫だと思う。今日はちょっと大丈夫ですか？すいません。いやいや、大丈夫です。今日は大変なんだろうなと実は思っていて。ちょっと気がしない。コラコラが。タマさん一人がギンギラ。ギラギラしてる。よし、じゃあまあ今日はこの辺にしましょうかね、一応ね。はーい。はい。お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。